Hey guys! 今日はこちらの先日開封したミラキュラスレディバグ&シャノワールのステッカーのデコレーションをしていきたいと思います。本日はこのマリネットとアドリアンを中心にラブスクエアを作るという目標を達成するためにいろいろな材料を使ってデコレーションしていきたいと思います。ではいよいよこのアドリアンとマリネットのウェディングフォトみたいなのを作りたいと思います。一応こう2つでセットになっていて、ハートとハートがくっつくと大きなハートになるというとっても素敵なウェディングフォトを作っていきたいと思います。はい、大きなハート型ができました。ここにこのマリネットとアドリアンを入れると、こちらではこんな感じでウェディングフォトになる計画です。はい、ここまで来ました。こちらはマリネットとアトリアの瞳の色、緑とブルーが交差に重なったハート型です。これからレジンでいろいろな意味が込められたパーツをつけていきたいと思います。ではまずレジンを流していきます。まず並び的に左手にアドリアン、右手に、マリネットが来るようにして、こう頭をお互いに見合ってるようにしたいと思います。なので次にアルファベットを置いていきたいと思います。とマリネットのまず M マリネットの M を置きます。このようにアドリアンの A いきます。とりあえず大体いきます。イニシャルが入りました。次どんどんトッピングをしていきたいと思います。カメラメモ入れたいけど、まず今回のテーマは星が交わるように配しようということで、星をいっぱい置いていきます。で、こんなパールの星を用意しました。こちらは、レディーバグが、ミラキュラスレディーバグがやった時に描いた形を入れていきます。はい、次、そしたらこちら、次はアドリアンとマリネットの目玉、瞳の色を入れていきます。マリネットは青色なので、この石で、これをマリネットの方にマリネットの目じゃなくて、アドリアンの方にマリネットの目を置いて一緒ということを表したいと思います。なのでアドリアンのグリーンの瞳はマリネットの方に装着します。マリネットの目にかぶせたいと思います。次は、マリネットの目玉です。こちらをアドリアンに装着したいと思います。ちょっと見つめ合うみたいな、見てるようなイメージです。はい、こんな感じで目玉完成です。瞳とは別に、アドリアンの方は
黒色とあと鈴の色のオレンジを入れます。でマリネットは逆に、レディーバグの赤と黒のラインストーンを置いていきたいと思います。こんな感じです。でそしたら次この星が交わるように愛し合うということで星空をイメージするためにこちらのラメパウダーを振りかけていきたいと思います。そしたらちょっと仕上げにこちらはシャノワールとアドリアンの色のなんか石の粉を買ってきたのでこれをマリネットのところに振りかけたいと思います。なんかあんまり目立ちすぎないようにしたいのでちょろっとだけにします。気持ちやりすぎかもしれないけどちょっと溢れる思いという意味でちょっといっぱい撒き散らしておきたいと思います。